今日は2020年9月10日です。私は現在チーバオのラオジエの入り口にいます。前もこのチーバオのラオジエ撮影したことあるんですけども、もう一回ちょっと行ってみます。ここの道はですね、チーシンルーです。チーシンルーのところからラオジエに入っていきたいと思います。まあ、このように門があります。まあ、ここから入っていくんですけども、これ入ってすぐのところはまあ普通の住宅地ですね。特に若干でもこういう風になんか瓦があって昔風に作ってるんですかね。こういう門があります。それではこのラウジェの中まで歩いていきたいと思います。この道はですね、シンニエンルーですか。これはきっとこういう字を書きます。なんかちょっと雲行きが怪しいですね。黒い雲が出てきたんで、もしかしたらこれ雨降るかもわかんないですね。もし雨降ったらちょっと途中で中止します。以前コロナのピークの直後ですね、何月かな、あれ4月ぐらいがここ撮りに来たことはあるんですけど、その時はもうラウジェの中全然人いなかったですね。今はまあだいぶ増えてるんですかね、ちょっとわかんないですけど、雲がこれなんか黒い雲が来ました。もっと向こう行くとですね、あれですね、ラウジェですね。ちょっとだけ急ぎ足で行きましょう。これは何ですかね。なんか嫌な雰囲気ですね、これ。雨が降りそうな、夕立が降りそうな感じがしてきました。あ、美容室ですか。双子座サロンって書いてます。これ多分雨ですね、かなり。あのラウジエの中道が狭いですから、傘さして歩くのはちょっと嫌ですね。チーバの周りはもうショッピングモールがすごいいっぱいできてますね。あと美術館となんか博物館みたいなのも向こうに2つぐらいあって、すごい綺麗な街ですね。なんかホンチャウ空港のあれができて、すごい音がうるさいんで、この辺の家はなんか二重窓にするために、一軒あたりまあ広さによるんですけど、だいたい10万元ぐらいですね、なんかそういう保証金が支払われたそうです。ここですね、ラオジエのとこ。これ別にこういうゲートがありますけど、あの無料で入れます。
応コロナの時ここで検査してたんですけど、今日は別に検査ないですね。後面拍不到。ここがちょうど入り口ですね、ラオジエの。まあこの中食べるとこが多いですね。なんか物買って食べるっていう感じですね。上海人の人に言わせるとおり、はここで食べたら高いだけやって言ってましたけど、まあ、確かに観光客向けなので高いでしょうね。なんかお土産とかでも売ってますね、こういう。上海のお土産としてまあ買っていけるようにですかね。これ上海の絵が描いています。確かまあなんかこういう関係ないおもちゃも売ってますね、これ。これ道があんまり広くないですよね。だから雨降ってくるとここ傘差して歩くのちょっとしんどいなって感じですね。ただそんな人いないですね。これね、アクセサリーの店なんか作ってますね。本当お土産物と食べ物屋ばっかりですね。まあそりゃそうですね、ここ別に生活する場所じゃないですからね。こういうおもちゃが一瞬人かなと思った。これロボットですね。こっちもあるんですね。こっち行ってみましょうか。これ縦長に広いのかなと思ったら、これ横幅も結構あるんですね。あ、トイレですね。こっちはでもなんか、あ、一応なんかお店か。お店にはなってるんですね。なんかちょっと閉まってますね。ここでも観光地っていうよりか、住んでる人が住んでる感じですね、これ。観光地じゃないです。ここはもう外に出るんでしょうね、多分。ラオジエの外でしょうね。ああ、完全にここもラオジエの外でしょうね。こっちがラオジエですね。ここは何でしょう。多分人は住んでんのかな。すごい路地ですね、これ。まあちょっとラオジエの方戻ってみましょう。この裏の方来てみても面白いかもしれないですね。まあ
住宅地と観光地がちょっとこの辺は入り混じった感じですね。まあメインはあの通りですね、観光地の通りは。これ見てる上海人の人はここ来たことあるでしょうね。ルオ西シ上海連だファーにライゴーチャーリーシバ。まああと上海に住んでたことある日本人も一回はまあ来たことあるでしょうね、こういうところ。これ本当普通の住宅地ですね。さっきのメインのところに戻りましょう。アクセサリーのところも。ああ、そうですね。ここなんか川があって橋みたいになってましたね。前来た時を思い出しました。この辺は全部レストランですね。ということはこの裏の方の方が結構古い家はまだ残ってそうですね。ただこの本土地場の周りも巨大なショッピングモールが開発されて、高層マンションとか事務所ばっかりあるんですけど、まあこれ夜もやってんのかな。まあ旅行に来るのに一回来てみてもいいかもしれないですね。まあこういうとこなんか上海の周りいっぱいあるんで、どこ行ってもまあ大体同じような感じだと思うんですけど、あっちはもう多分一般の住宅地ですね。これ多分だいぶ雨のなんか空気の匂いが、雨の匂いがしてきましたね。本庁高校からの飛行機ですね、飛んでます。食べ物とお土産屋ですね、これ。こういうお店は全部あのスマホの QR 決済ですね。まあ、活気がありますね、みんな。そうか、帰り同じこの道帰らずに向こうの住宅街からちょっと抜けて帰ります。そっちの方が面白そうですね。まあこの中正直どこ行ってもなんかどれも同じ感じ。ああ、汁豆腐ありました。まあ向こうも同じ感じですね、大体。ですのでちょっとこっちの住宅地の方行ってか、駅の方戻りたいと思います。これ汁豆腐
かすごいやっぱり匂いしてきました。小豆腐あれはもう私も無理ですね、苦手です。多分外国人が納豆を日本来て食べるような感じです。こっちから帰ってみましょうか。あ、そうか、このまあラウジエの外も一応こういうお店があるんですね。観光、これたこ焼き屋閉まってますけど、こっちはまあ普通の住宅地ですね、これ多分上は住宅じゃないですかね、これ。すごいなこれ、デリバリーのバイクばっかりですねこれ。この辺の飲食店だからデリバリーするためにみんなここに待機してるんですね。日本でいうウーバーイーツとか出前館みたいな感じですね。行ってみましょうか。まあここもなんとかあれですかね、まだ人増えてきたんですかね。まあ、わざとこんな風に作ってるんですね。別にここにある建物は古いわけじゃなくて、こういう風に統一されて景色を統一してるんですね。あ、川があってなんかみんな休憩してますね。川沿いはこれ本当家ですね。本当に人が住んでます。他のとこ降りれるんですね。向こうがラオジェですね。まあ、4円とこっちとどっちがあれですかね。ただここ来るのはちょっと時間かかりますね。まあ、今地下鉄がつながってるんでいいですけど、あれ何号線だったかな、9号線だったかな、ちょっとすいません間違ってたらすいません。なんかそういうので来るとすぐ近くまで地下鉄で来れます。多分昔はそこまで地下鉄なかったと思うんですけどね。ちょっとのんびりした感じですねこの辺。料理屋ですね。
雨降りそうで、でも降ってこないですね。なんとか助かってます。あ、さっき通ったところ行こうか。あのバイク本当クラクションがちょっとうるさいし、シルバーアクセサリーですか。ここなんですかこれ。あ、スタバか。これスタバなんですね。スタバとはまさか思わなかったです。やっぱりあれスタバのマークでしたね。あ、こういう風にスタバもまあ周りと合わせてるんですね。一応あのマークだけはすぐ分かるようになってます。まあ、日本の京都とかでも多分スタバとかこんな感じですよね。多分行ったことないですけど、まあ周りの景観と合わせてるんですね、景色と。おお、きれい。これは旅行のなんか案内所みたいなところですか。ああ、ここに千葉全体のあれがありますね。今どこにいるっていうのはなんか出てない地図が多いんですよね。今どこなんだろうっていう、ちょっと分かりにくいけど、まあ結構広いですね。まあ、この辺ですかね、多分。ここか。結構広いですね。駐車場か。まあ、地下鉄の駅の方戻ってみましょう。でも本当は雨が降ってこなくて良かったです。ここもさっき通った道ですね。チンニアンルー。 あんなところにスタバがあったんですね。覚えとこう。もし来ることあれば。ちょっと待ってください。これちょっと写真撮ります。これ写真撮るには私スマホ2つ持ってるんで、動画撮りながら別のスマホで。これ正面の方がいいっすよね。ちょっとこのタイトル用の写真撮っとこうかなと思ってます。難しいなこれ撮るの。こういう感じでいいですかね。こういう感じで。
ここはなんか結構地元の人と観光客と混じっててすごい分かりにくいですね。結構地元の人多そうですね。この買い物袋とか見て買ってる中身を買ってるものを見ると地元の人かなっていう感じもします。ここですね、右に曲がるとなんかショッピングモールのとこに行きますね。向こうから私歩いてきたんですけど、帰りはこっちから。この道見えますかね、ミンジュール。ここはバンカのショッピングモールですね。私バンカシャンちゃん。あ、ここ中学校があるんですね。だからなんか学生が多いですね。制服を着た。すごいですね。上海市民漢市市場ディーアージョンシュだから学生が多いんですね。これショッピングモールですね。ここ渡っときましょう。ショッピングモールの中からも地下鉄乗れるんですけど、ちょっとだけ降ってきましたね。まだ全然貸さなくてもいいですけど、そのうちなんか降ってきそうですね。こっちがこのバンカのショッピングモールですね。あ、ここニトリとかあるんですね。こんな感じですね、はい。
日はそれではこの辺で終わりたいと思います。なあごめんせんごせんざいふいじゃしーしーだじゃ。それではありがとうございました。さいじゃー。